はい。では、時間になりましたので、始めていきたいと思います。離散最適価値論の4回目の授業になります。ズームの方聞こえてますでしょうか？よろしいですか？画面共有もよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。反応ありがとうございます。はい。では、ですね、第4回目の授業で、線形計画緩和って話を本当はしていきたいんですけども、前回と同じように、ちょっと前の、授業でやり残しているというか、全然終わってない。ので、3回目の授業の残りからやっていくんですけども、もしかしたら今日はその3回目の授業の残りの話で終わってしまうかもしれなくて、この4回目の話に入らないかもしれません。で、その場合にはですね、一応その授業の計画として、予備というか、まとめとかっていう時間もあるので、そこら辺をうまく使ってですね、調整していきたいとは思っております。で、まず何が残っていたかというと、相対定理って話を、してまして、はい、しておりまして、そこのですね、話からやっていきたいと思います。はい。で、これちょっと前回もやったんですけども、ちょっと言ったんですけども、相対問題というのがあります。で、一応、線形計画問題は等式標準形か不等式標準形で表すことにしてまして、ここでは、その等式標準形の相対問題っていうのを書いてます。ですね、ここですね。これが、左側が、等式標準形の線形計画問題で、右側が、そこから得られる別の最適化問題なんですけども、これも、線形計画問題です。で、こちらの方を相対問題と呼んでいるという形です。これは、何でしょうね。意味合いとかもあるんですけども、それはちょっとこの授業でやるとちょっと時間がないので、そういうのはですね、別の授業、あるいはその3年生のですね、何でしょうね。数理計画法ですね。っていうので、もしやっている場合は、そちらでもう一度復習していただく形になると思いますが、こういう別の最適化問題があるということになります。重要なのは、この相対変数っていうのが、出てくるということですね。で、気分としては、復習すると、この今、もともとの線形計画問題 AX イコール B という制約があるんですけども、ここには、その等式がですね、M 個あるわけです。M 個あります。M 個。これですね。B、これ、M 次元ベクトルなわけですね。で、この、Y っていうのは、この、B の次元、M と同じ、次元のベクトルになってる。だから、相対変数っていうのは M 個ある。もともとの、相対問題のこの等式の数だけ、相対問題には変数があるという形になります。で、一方、じゃあ、この相対問題のこの、制約ですね。これ、不等式で書かれているものですけども、この不等式には、右辺がこれ C になってますから、この C と同じ次元だけのこの不等式があるという形になるわけです。で、C の次元はこれ N だったですね。N っていうのは何かというと、この元々の問題の変数の数ですね。だから元々の問題の変数の数が、相対問題における不等式制約の数に対応していて、元々の問題の等式制約の数が相対問題の変数の数に対応しているということになっているのが重要です。だからそこがひっくり返るわけですね。この変数と制約の役割がひっくり返るというのがこの相対問題を見るときに重要なポイントになります。はい。で、今ここではその等式標準形の相対問題を与えたんですけども、同じようにというか同じような概念が不等式標準形に対してもあります。で、これは、どういうものなのかってことは、ちょっと、ちゃんと書きませんか？ちゃんとここでは、言いませんが、このような形で書けるものというのが相対問題になります。ということになります。で、先ほどと同じように、元々の問題、元々の問題のことを、今後、主問題と言ったりしますけども、主問題の変数の数が、この、相対問題の不等式制約、この主問題の不等式の数ですね。AX 大なりイコール B。書いてあると、この不等式の数が相対問題の変数の数ですね。Y の次元に対応するという形になっております。で、このようにして、この相対問題、これ定義されるんですけども、相対問題にはいろいろと重要な性質があるということになります。で、この例はちょっと飛ばして、一つ目はですね、この弱相対定理と呼ばれる、定理です。性質です。で、これ非常に重要です。なんだろう、線形計画問題とか線形計画法を勉強するときに、これ非常に重要になる定理で、何かというと、これ主問題があります。で、相対問題があります。で、主問題の許容解 X。だから、この許容解っていうのは、この制約を満たすベクトルですね。X。で、主問題の許容解 Y も持ってきましょう。つまり、この Y っていうのは、ここに書いてある A 点値 Y、小なりイコール C という式を満たすもの、ということですね。で、そのようなものを持ってくると、ここに書いてある、式が成り立ちます。ということです。で、これ何かというと、B 点値 Y が、C 点値 X 以下であるという、こういう式ですね。で、これはどういうことかっていうと、この B
B.1y。これはですね、この送追問題のこの、目的関数です。だからこれはその y における送追問題の目的関数値です。ですね。で、一方で、この右辺の C.x、これ何かというと、これは、主問題の、目的関数です。だからこの x という許容解における目的関数値、主問題の目的関数値になるわけです。つまり、この弱相対定理が言っていることは何かというと、どんな主問題の許容解、どんな相対問題の許容解を持ってきても、相対問題の目的関数値は、主問題の目的関数値を上回りません。ということを言ってるわけですね。で、これはどんな許容解でも成り立つ。だから、どんなものに対して成り立つことっていうのは、これ非常に強いんですよね。強いっていうのは、その性質として、もう有用。有用中の有用。なんていうか、有用中の有用です。で、これはですね、有用中の有用であることも重要なんですけども、もっとすごいのは、これは簡単に証明できるということです。で、ここは、まあ、これ簡単なので、今から、どんな感じで証明できるのかってことをやっていきたいと思います。はい。でですね、どんな感じかっていうと、つまりですね、これ、使える性質は、この許容解であるっていう性質だけなんですね。だから、ここに書いてある、不等式や等式だけを使って、証明していくってことになります。で、それをやっていきます。で、まあ、こんな感じで1行で証明できる。で、どういうことかっていうと、このまあ、左辺から見ていきましょう。B.1y、D.1y、ここから見ましょう。で、そうすると、今ですね、x というのは主問題の許容解ですから、ax イコール b というのは成り立つわけです。だから、この B.1y の b のところを ax に置き換えることができます。だから、これ ax.1y に等しいということになります。でですね、この等式何かっていうと、これ ax の点値っていう、その行列の積の点値があります。で、行列の積の点値は、その行列の積の順番を入れ替えて、それぞれ転置したものと等しいっていうのが、その線形代数で皆さんよくご存知の転置行列の性質ですよね。それを使ってます。だからここは転置行列の性質です。ここは転置の性質。ですね。で、それが得られると。ですので、そうすると、この x 転置、a 転置 y というのが出てくるんですけども、この後ろのですね、a 転置 y、この部分は、y というのが、この相対問題の境界であることから、A 点 Y というのは C 以下という式が成り立ちます。いいですね。で、なおかつ、この前についている X 点値、この X っていうのは、X が主問題の境界ですから、0以上なわけです。だから、X の成分はどれも0以上で、A 点 Y の成分はどれも C 以下であって、その2つのベクトルの内積を取っているので、この A 点値 Y を C に置き換えたときに、この不等号が得られるという形になります。いいですか？だからこれその X が0以上であることもこれ重要で、そうであるから、この不等式が得られるという形になります。ですね。これ、内積ですからね。内積ですからね。こうかな。こうかな。これは、その X と A 点値 Y の内積ですよね。ですので、まあ、その成分ごとの積を取って合わせてるわけですけども、その各成分、X の各成分は0以上で、A 点 Y の各成分は C 以下。だから、ここに書いてある不等式に立つと。で、そうすると、これ C、この不等式のところで、X 点 C っていうのが出てくるんですけど、これはスカラーです。ですよね。これも X と C の内積で、これはスカラーになりますから、で、このスカラーは C 点 X と書いても同じものになっているということになります。つまり、B 点値 Y というのは C 点値 X 以下であるという形で、この弱相対定理証明できましたということになります。よろしいでしょうか。で、今ですね、これはその主問題に対して、あ、すみません、主問題が等式標準形の場合で、今この弱相対定理っていうのを示しましたが、これ同じようにですね、不等式標準形でも同じような証明で同じような定理、同じ定理が成り立ちます。はい。だから、まあ、どんな線形計画問題でも、この、弱相対定理成り立つという形になっています。で、今ですね、ここに書いてあるその弱相対定理の内容をちょっとこれ図にしてみましょう。まあ、こんな感じ。今ですね、目的関数の取り得る値っていうのをこの数直線で取ってみます。これ数直線で、まあ、実数直線だと思うわけですね。で、右にこう大きいと思うわけです。で、ここで言ってること、この弱相対定理が言ってることは何かっていうと、主問題の許容解を人間にとってきて X として、その目的関数を取ると、それはですね、あるこの目的関数の取り得る値の数直線の中のあるこの幅を占めるわけです。で、同じように、相対問題の境界に対して、その相対問題の、目的関数値、B.1y を取ってくると、それはですね、その B.1y が取り得る値というのを書くと、この数直線上に書くと、それもどこかのこの領域を占めるわけですけども、
この弱層について言っているのは何かというと、その2つの区間を見ると、諮問題の目的関数値を取り得る値で作られる区間っていうのが必ず、その相対問題の目的関数値で作られる区間の右側にありますよ。ということを言っているのが、この弱相対定義になるわけです。いいですか？だからこれはその、もう一度言いますと、どのような諮問題の境界、どのような、まあ、それ言いますね。諮問題のどのような境界、X に対しても、相対問題のどのような境界に対しても成り立つって言っているので、まあ、このような、その位置関係というその目的関数値の位置関係が分かるわけです。で、これがその弱相対定義を言っていることであるんですけども、これは弱と言ってるのは なぜかというと、その弱じゃない、弱じゃない相対定理、つまり競争対定理というのがあるからです。で、競争対定理というのを今から紹介しますが、それ何かというとですね、今この図では、この相対問題の目的関数値を取り得る値が、まあ、左側にあって、主問題の目的関数値を取り得る範囲というのが右側にあるわけですけども、この間にこのギャップがあります。この塩で塗られないところがあります。で、弱相対定理によると、まあ、この不等号が成り立っているので、この左側にある、右側にあるという、この、目的関数が取り得る値の範囲の位置関係のことについては、この、弱相対定理で分かるんですけども、この間のことについては何も教えてくれません。弱相対定理は。で、弱相対定理というのはこの間のことを述べます。で、何を述べるかというと、実は、あ、そうか、その前に。じゃあ、まず今言ったことを言いますね。実は、競争対定理っていうのは、この間がありませんよってことを言ってます。間がなくって、この青の部分と赤の部分の、この青の部分の右端と赤の部分の右端がぴったりと一致します。ってことを言っているのが競争推定理です。で、もう少しちゃんと言うと、これが言って、ここに書いてあるんです。何かというと、まあ、主問題と相対問題は共に許容解を持つという、ちょっと仮定はいるんですけども、で、そうすると、必ず相対問題と主問題両方に最適解が存在します。主問題の最適解 X スター、相対問題の最適解 Y スターというものが存在して、それらの目的関数値が一致するということを言っています。だからこの先ほどの図で言うと、この間、隙間がありませんよというのが、競争対定理の言っていることになります。はい。で、これはですね、証明はそんなに簡単ではなくって、この講義でもやりませんし、もしかしたら、皆さんが受けたことがあるような、その数理最適化とか、数理計画法の授業でも、これ証明はしないかもしれないですね。まあ、そんなに簡単ではない話なんですけども、まあ、実際ですね、この一致するっていう状況が証明できるっていうのは、これ非常に嬉しいことで、つまり何かというと、この主問題っていう、この線形計画問題、これ解きたいっていうふうな気持ちでいたんだけども、実はそれを解く代わりに、この相対問題の方を解いても、まあ、ある意味で同じ結果が得られますよ、ということを言ってくれてるわけです。だから例えばさっき言ったように、なんかこの、なんだろう、主問題の方、例えばこれ変数がこれなんか100万個ある。けども、なんか、なんだろうな、制約3個しかない。そういうような問題があるかもしれないわけです。でそうすると、それはなんか図に書いてって書けない、図に書いて解けないわけですね。100万個も変数があるから。だけども、それをこの相対問題に置き換えると、今、先ほど言ったみたいに、主問題の変数の数が、相対問題の制約の数になるので、100万、まあ、制約がある問題で、あるんだけども、その変数の数は、主問題の制約の数となるわけなので、先ほど言った通り、その主問題の制約が3個しかないんだったら、相対問題のこの変数の次元っていうのが3になるわけです。ただ3次元の問題で、まあ、100万、制約があるのはちょっと困るかもしれませんけども、一応、まあ、なんだろうな。原理的には、まあ、図を書いて解ける3次元だから、まあ、100万もちょっと制約考えたくないかもしれませんが、まあ、そんな感じになって、そういうふうな形でですね、その都合がいい方を選んで解くことができるということになります。っていう、そういう、まあ、いい面があったりすることがあります。まあ、本来はそのようにして、こう、相対問題は実は、まあ、使わないんだけども、まあ、そういうふうな解釈もできます。っていうのが、この競争対定理です。競争対定理です。はい。で、まあ、一応その過程があって、この主問題と相対問題が共に許容解を持つということが、まあ、必要があって、まあ、そうじゃないとちょっとですね、この定義うまく成り立たないことになるので、まあ、そういう過程は必要なんですが、まあ、それが言えるというのが、この競争対定理のいいところです。だから何かというと、最適化問題っていうのは、そもそもですね、この最適解を持たない場合があるわけです。で、
何を言ってるかというと、この共通定理は、その両方に許容解があれば、その時点で、この両方の問題、主問題と相対問題に最適解があるってことまで教えてくれます。それはすごく嬉しいことです。一般的に、最適化問題というのは、最適解を持たないことがあり得ます。で、どんな時にそういうことが起こるかっていうと、それはですね、二つパターンがあって、特にその線形計画問題においては二つパターンがあって、一つは、問題がですね、非許容な場合です。非許容とは何かっていうと、許容解がそもそも存在しない場合です。これ言い換えると、許容領域が空集合と言っても構いません。書けなかった。今日、字が汚すぎるのでもう一回書きます。あっと消えなかった。この消す方法こうで。はい。許容領域が空集合。許容領域が空集合である。と、まあ、言っても構いませんけども、同じことです。許容解が存在しない。そういうような、線形計画問題が、まあ、実際あり得ます。まあ、例えばここに、そういう例を作ったんですけども、これですね。そういう例ですけども、何かっていうと、まあ、目的関数はどうでもいいんですけども、ここに書いてある、制約があると。で、これは、まず、X1 が0以上、X2 が0以上って言ってるので、許容解があるとすると、その許容解っていうのは、この、X1、X2 平面の、いわゆるこの第一象限ですね。両方とも皮膚である。この部分に、まあ、許容解はあり得ることになる、なります。で、一方でですね、このマイナス X1、マイナス X2 が1以上っていう制約もあります。で、これはですね、この平面上でどこかというと、ここに書いてある直線の下側という領域になります。で、この二つの領域ですね、この下側っていう領域とこの第一象限、これはですね、交わり持たない。交わりが空集合。なので、まあ、この許容領域が空集合になる。つまり許容解を持たない。ということになります。で、こういう時には、まあ、そもそもこれ許容解がないので、最適解存在しない。ということになります。で、こういうことが起こり得ます。まあ、この例のようにね、起こり得ます。それで、そういう場合は、線形計画問題に最適解存在しない。ということになります。いいでしょうか。で、最適解存在しないパターンとしてはもう一個あって何かというと、それはですね、最適値というか、その目的関数値が任意に小さくなり得る場合です。で、それはですね、問題が非有解であるというふうに言います。そういう場合は。何かというと、まあ、これ最小化問題が非有解であるというのは、目的関数を任意に小さくする許容解の列が存在することです。今これ、具体的な例を挙げているつもりなんですけど、どういう例かというと、このピンク色の部分、これが、許容領域です。だからこの場合はその許容領域が空集合であるというわけではありません。だけども、この今青い矢印で書いてあるもの、これ何かというと、これはですね、この目的関数の方向です。だからこの青い方向に行けば行くほど目的関数値は小さくなると思ってください。そうするとですね、何が問題かというと、この赤い領域、許容領域が、突多面集合として非有解になっています。だから、この右上に行けば行くほど、右上に行っても、このピンク色の領域がこれ続いていると思ってください。で、そちらに行けば行くほど、この青い矢印に沿って目的関数値は小さくなるわけです。で、どんどん小さくなっていくと、どういうことが起こるかっていうと、これ言っているこの最小値というものが存在しないことになります。いくらでも小さくできるから。で、こういう時には最適解存在しないというふうに見なしています。だから、まあ、人によっては、まあ、この最適値がマイナス無限大であるというふうに言いたくなるかもしれませんが、まあ、一応そのマイナス無限大というのは実数ではないという立場で言うと、まあ、この場合には、その最適値存在しない、最適解も存在しない、ということになります。で、こういうものは、まあ、この例にあるように、存在し得て、まあ、つまりこの非有解である問題というのは、最適解存在しないというふうに見なすということになります。よろしいでしょうか。そうか。非有解な問題においては、この例のように必ずですね、この、許容領域が非有解になります。ここ書いておこうかな。書けなかった。これ許容領域ですけども、許容領域が非有解になります。だから非有解な問題っていうのと、非有解な突多面集合っていうのは別の概念なので、それは注意してください。今、これ、許容領域が非有解で、まあ、それであるために、この問題が非有解になっているというような、まあ、仕組みになっているわけですけども、これ逆は言えなくって、許容領域が非有解だからといって、ちょっと今説明が悪かったので、もう一回言いますね。問題が非有解であるとき、問題が非有解であるときには必ず許容領域が非有解になっています。そうじゃないと、そのある方向に行って、どんどん目的関数値が小さくなっていて、任意に小さくなるということは、ありえないからです。
一方で、許容領域が非愉快であるからといって問題が非愉快になるとは限りません。で、それ次のページにあって、例えばですね、まあこれ同じ、許容領域を持つ問題なんですけども、目的関数が違って、この左下に行けば行くと小さくなる。っていうような、目的関数を持ってきてます。この場合。で、そうすると、この赤い点、これがですね、ちゃんと最適化になります。この点において、目的関数値が最小化される。ということになります。で、そのようにですね、なことがあり得るので、許容領域が非愉快であっても、最適解が存在することがあり得るので、それはその、ちゃんと区別をするようにしてください。ですかね。だから、許容領域が非愉快であることは、問題が非愉快であるための必要条件だけども、十分条件ではないということです。ね。それはちょっと注意をしてください。で、このような形で、非愉快な線形計画問題とか、非許容な線形計画問題においては、最適解が存在しないということになるんですが、実はですね、その2つのパターンしか、最適解が存在しない場合というのは、起こり得ません。っていうのが知られている。まあ、それちょっとこれは線形計画問題の3体というふうに言うことにしますけども、これは性質、証明書の性質ですが、任意の線形計画問題に対しては、ここに書いてある、どれか1つだけが成立します。何かというと、最適解が存在するか、そうじゃなかったら、非誘拐であるか、非許容である。どちらかです。ですかね。まあなんか、今、あんまりその、なんですかね、その最適化問題のことを、日頃考えてないことが多い皆さんだと思うので、この3つ以外にどんなことがあり得るんだっていうふうに思うかもしれませんけども、線形計画問題ではない問題においては、これ以外の場合っていうのがあり得ます。なんだろうな。なんだろうな。だから、非誘拐でも非許容でもないんだけども、最適解が存在しないってことはあり得ます。あり得ます。が、まあそういうことは、線形計画問題においてはないってことになります。今言ったようなですね、その、非許容でも非誘拐でもないんだけども、最適解存在しないっていう場合が、よく出てくるのは、いわゆるその非線形最適化っていうのを考えると、よく出てくるんですけども、まあこの授業では非線形最適化、非線形最適化というのは扱わないので、扱わないと思っているので、まあそういうことは気にしないでよいということになります。だからまあ別の言い方すると、非線形最適化っていうのはそういうことが起こり得るので、非常に厄介なものなわけですね。はい。で、まあ、それはちょっと余談になりましたが、そういうことが、まあ、線形計画問題においては知られています。で、そうするとですね、ここで、その線形計画問題を解くということが、ようやく定義できます。これですね、線形計画問題を解くっていうのは何なのかというと、まあ、データとして、その係数行列 A とベクトル B と C が与えられると。で、そうすると、まあ、先ほど言っていたような、等式標準形とか、不等式標準形の線形計画問題が定められます。で、そういうように、その定められた線形計画問題が、次のまずどれかを判定するってことを解く場合には行います。つまり、最適解が存在するのか、非誘拐なのか、非許容なのかってことをまず判定します。で、最適解が存在するんだったら、その最適解を一つ求めるというのが線形計画問題を解くことの定義です。だから、もしかしたら与えられたデータ A、B、C によっては、問題が非誘拐であったり、非許容であることがあり得るわけです。で、そういうことも、この問題を解くということの言葉の意味に含まれます。つまり、その非誘拐であったり、非許容であることを判定するっていう必要があったりします。で、まあ、そうじゃなかったら最適解が存在するので、その場合には最適解を一つ求めてくださいということになります。まあ、これ一つってことになります。最適解、一般にはこれたくさんあり得るんですけども、まあ、一つ求めれば十分ですというのが、この線形計画問題を解くというときに普通行われることです。よろしいでしょうか。で、次に、相対のことが書いてあるんですけど、ちょっとじゃあ、一応ここはお見せするだけですね。今の主問題と相対問題っていうのがあったんですけども、どちらも線形計画問題ですから、主問題において先ほどのその3体のどれかが起こるってことはあり得て、まあ、相対問題においても先ほどのその3体のどれかが起こるってことはあり得るわけです。で、そうすると、この主問題と相対問題を見たときに全体としては、その最適解存在するか、非誘拐であるか、非許容であるかってこの3パターンの掛け算、3×3 のパターンが、その、主問題と相対問題の組に対して起こり得るんですが、実はこの×と書いてある部分が実際起こり得ないことが証明できます。例えば、主問題が非誘拐で あって、なおかつ、相対問題に最適解が存在するということは、これあり得ません。これはですね、相対問題、先ほどの相対定理から入れるんですけども、ちょっとここでは割愛します。
っていうような感じで、この×っていうところが実際その起こり得ないってことが、まあ、言えるんですけども、まあ、つまりですね、その、線形計画問題を解くというときには、この丸の領域のどこに、まずその、与えられた問題があるのかってことをまず判定することになります。で、最適解が存在するのはこの左上の場合だけで、その場合にはこの主問題と相対問題、両方ともに最適解が存在しますので、大抵の、その線形計画問題とかアルゴリズムにおいては、主問題の最適解と相対問題の最適解を同時に見つけています。まあ、そのような仕組みでアルゴリズムは動くことが多いです。あ、最適解が存在する場合には。で、まあ、それはですね、その、いわゆる、この、線形計画問題に対するアルゴリズムであるとか、そうですね。そのアルゴリズムを設計するとかですね。とか解析をするっていう場合に非常に重要な性質になってくるんですけども、まあ、そこはあんまりここでは深入りしないということになります。ただまあ今からはですね、ちょっとその、最適解の性質というのを、見ることになるので、まあ相対定理をですね、ちょっと使うとは今から述べようかなというふうに思います。はい。ここまでいいでしょうか。はい。そうですね。これでだいたい30分ぐらいですよね。そうですよね。はい。ではですね、もう一個、前回やり残していることの、この単体法と最適 単展開と呼んでるの、これ、本来これはちょっとこれ、直さなくちゃいけなくって、ここはですね、本当は単点最適解にしたいんですが、ちょっと、後で、授業のページでは直しておきます。すいません。単点最適解です。この話をします。で、単体法っていうのは、一応その、まあ、線形計画問題を解くためのアルゴリズムではあるんですけども、まあ、ここではそのアルゴリズムの、紹介というよりは、これによってその求められる、最適解の性質というのが重要なので、まあ、それを紹介するという形になります。で、まずですね、重要なのはこれで、これ線形計画法の基本定理と呼ばれることもあるものなんですが、何かというと、等式標準形や不等式標準形の線形計画問題は、最適解を持つならば、その許容領域の頂点となるような最適解があります。はい。これ何を言ってるんでしょうか。今ですね、この下のような例があります。で、これはですね、あるその線形計画問題なんですけども、これはですね、この、目的関数の方向っていうのは、こんな感じですね。こちら側なんですね。この右上の方にな、行けば行くほど小さくなるというようなベクトルになっています。これですね。マイナス、x1 マイナス、2x2 って、これ、この目的関数ですね。で、この今赤い線があるんですけども、これ線分ですが、あるいはこの許容領域の辺と言ってもいいんですけども、これはですね、何かというと、この線形計画問題の最適解を全部書いたものです。だからこの赤い線分、辺の上の点はどれもこの線形計画問題の最適解です。で、これで、ここでですね、やっと、この我々、いろんなですね、嫌なことを言うことができるようになるんですけども、そもそもですね、線形計画問題に最適解が存在する場合、最適解が無限にある場合があるわけです。この線分上の点はどれも最適解ですから、最適解というのは無限に存在する場合があります。だから、先ほどですね、線形計画問題を解くときに、最適解があるんだったら、一つ見つければいいですよっていうふうに言っていたんだけども、全部見つけようとすると、そもそも無限にあるから書ききれないわけです。でも一方、この場合はですね、この線分ですよっていうふうに、この辺ですよっていうふうに、この最適解を記述する方法はあり得ます。あり得ますが、それ大変なので出られないということになります。で、一方ですね、何がいいかというと、これはその辺という、この許容領域の面なので、その面の中には必ず頂点があります。端ですね。その面が非誘拐じゃなければ、誘拐ならば必ず、頂点があります。で、この頂点も、この問題の最適解なわけです。という形で、許容領域の頂点となるような最適解が必ずあるということが言えます。だからこの上、こことかですね、ここですね。でそういうものを、単点最適解と呼ぶことにします。まあ、単点っていうのは、まあ、頂点だと思ってもらっていいんだけども、ちょっとまあ、用語上の都合というか、歴史上の都合とか、伝統的にこれ単点最適解と呼ぶので、ここでも単点最適解と呼ぶことにします。はい。で、それはよろしいでしょうか。この場合、ここですね。この二つの。端の頂点が、この問題の単点最適解になっているということになります。
それでですね、下に書いてあるんですが、多くの最適化ソルバーは線形計画問題に対して、その線形計画問題が最適解を持つんだったら、単点最適解を与えます。だからその出力として出てくる最適解は、大抵ですね。まあ、多くのソルバーでは単点最適解になっています。で、まあ、それはですね、まあ、線形計画問題を解くアルゴリズムっていろいろあるんですけども、大抵としか言えませんね。多くの場合は単点最適解を当たるようになってますので、まあ、それは、ある程度仮定して良いというか、そういうことになります。でですね、その単点最適解っていうのは非常に良い性質を持っているので、まあ、それどういう性質なのかっていうことをちょっと今から見ていこうかなというふうに思います。はい。でですね、そのために、いわゆるその単体法っていうのの、流れっていうのをちょっと見ていきたくって、だからその、今からその単体法っていう、まあ、線形計画問題に対するアルゴリズムをちょっと説明するような形になるんだけども、まあ、基本的にはこの単点最適解がどういう性質を持つのかってことを見ていくということになります。で、まあ、その単点、つまりその許容領域の、頂点を考えたいので、もう一度ですね、その頂点がどのように特定されたのかってことを、これ前回の復習として思い出すということになります。で、今からですね、考えるのはこの等式標準形の線形計画問題だけになります。不等式標準形があったとしたら、それは等式標準形に直すということになります。で、この、等式標準形の線形計画問題の許容領域、まあ、ここは P とすると、これは、凸多面集合であったということが前回までの話でした。で、まあ、その頂点を見つけたい。その頂点の中で、その単点最適解となるのを見つけたいってことを、まあ、したいわけなので、まあ、頂点をですね、ある程度、その順番に見ていくってことをすることになります。で、頂点はどのように決まったかというと、何だったかというと、この X バーというのが、この許容領域の頂点であるときには、もちろん、それはこの、許容領域の中の点で、この AX バーという等式を満たす必要があったわけです。あったわけです。で、まあ、この A というのは、これ正方形であるとは限りませんから、この、式からですね、突然なんか、X バーイコール A インバースビータって、こんな風にこれはできません。A インバースはそんなあるかどうかわかりません。あら、こんな風にできないわけです。だけども、まあ、どのようにして、その頂点を定めようというふうに思っていたかというと、このうちのですね、この、N-A のランク、この添え字に対して、その X バー I というのをまずゼロにしましょうと決めてしまう。で決めてしまうと、ここのその線形方程式が、すごく、小さくなって、残りの、この0と決めなかった部分の、座標の値を、この AX バイイコール B が成り立つように決めてあげることによって、頂点が決まるというような話を前回していました。これですね。だから、まずこの、X バー I イコール0とするような、所定 I を決めますと。N マイナスランク A を決めますと。で、他の部分については、この等式、連立等式を解いて決めると。で、その作ったものが、確かにこの皮膚制約を満たすかどうかってことを確認することによって、頂点がわかるという話をしていました。で、まあ、これを今から、やっていこうということになります。で、このランク A の話をしだすと、ちょっとややこしいので、以下では、このランク A というのは M と等しいというふうに思います。つまりですね、A というのが、M×N 行列。なんだけども、その行の数と、まあ、ランクが等しいというふうに、まあ、仮定することにします。まあ、これ、一般性を失わずに仮定できるんですけども、まあ、それはですね、まあ、いわゆる基本変形とかっていうのをしてあげれば仮定できるんですが、まあ、それちょっと細かい話なので、ここではあんまり深入りせずに、まあ、こう仮定するというふうにします。で、この仮定は、一般性を失わずにできます。で、まあ、今からちょっと例を通してやっていきましょうということになります。で、まあ、例えばですね、こういうような、線形計画問題、これ考えます。で、これはですね、今これ、不等式標準形になってます。不等式標準形になってますけども、まあ一応これ、X1、X2 っていう2つしか変数がないから、まあこれ図に書ける。図で書ける。こんな感じで。なので、それは嬉しいわけですね。で、先ほど言ったみたいに、考えたいのは、等式標準形の線形計画問題なので、この不等式標準形の線形計画問題を、等式標準形に書き直します。で、どうやってやるんだったかっていうと、スラック変数というのを用いるんだったっていうのが初回に話したことです。で、どんな感じだったかっていうと、まあ、こんな感じだった。で、何かというと、この各不等式の左辺から、皮膚の値 S1、S2 をそれで引きますと。
で、引くと、この左辺が大きい部分というのが、この S1 や S2 で打ち消し合ってイコールにできます。ということでした。この S1 や S2 のことをスラック変数と呼んでました。ですね。で、S1 や S2 は0以上。インクラスになるわけです。で、そうすると、まあ、もともとは2変数、変数が2つしかなかった問題だったんだけども、この今書き換えた方の等式標準系の問題では変数が4つになってます。で、4つになっているので、図に書けないかなっていうふうに思うんだけども、ここでは無理に図に書い、無理やり図で書いてます。こんな感じで。で、どう書いてるかっていうと、今ですね、この許容領域、四角形になってるんですけども、この四角形には4つ辺があります。4つ辺があります。まあ、一般的なこの、パセットが4つあります。いい感じです。で、それぞれの、この、パセット、辺と、この変数が対応してます。どんな感じかというと、今ですね、ちょっと例えば、これ青がいいかな。この辺、この辺ですね。この縦に伸びてる辺。これはですね、X 二軸上にある辺です。X 二軸上にある辺。で、X 二軸ってのは何かっていうと、等式で言うと、ここに書いてあるのは X1 イコール0という等式で表される直線になってます。ですか。で、それは何を言ってたっていうと、この上にある点を取ってくると、X1 は0になりますよ、ということを言ってるわけです。だから今これ4つ変数があるんですけども、4つ変数があるんですけども、この青い辺上にある点においては、X1 は必ず0になります。じゃあ別の直線見てみましょうと。例えばですね、この縦のここの辺。この辺見てみます。この辺見てみます。で、この辺もあるこの直線上に乗ってるんだけども、この直線何かっていうと、これはですね、X1 イコール1っていう直線です。もともと。で、これどこから出てきてるかっていうと、もともとの線形比が不問題のこれですね。マイナス X1 がマイナス1以上っていう、この、不等式を等式にした時に出てくるのがこの直線です。いいですか？で、これは、実は、この不等式制約は、この、等式標準形において、このマイナス X1、マイナス S2 イコールマイナス1という、この式に対応するわけです。ですね。あ、書けなかった。これにこう対応してます。で、そうすると、X1 イコール1っていうのが満たされているときには、この式から S2 っていうのはこれ0にならないといけない。ということになります。別の言い方すると、今ですね、この直線上に乗ってる点を取ってくると、この点においては S2 が0でなくてはいけないということになります。いいですか？だから、この直線上にある、このってこれですね。この青い直線上に、青い直線上にあるってことは S2 が0です。ってことを意味しているというふうに思ってください。いいかな。そんな感じで、これ今これ4つの辺があるんですけども、それぞれが、X1 が0であることを表す直線、X2 が0であることを表す直線、S1 が0であることを表す直線、S2 が0であることを表す直線に対応しているという形になっているというふうに思ってください。いいですか？ただ、ま、このような形で、もともと2変数の不等式標準形の問題だったんだけども、この4変数の不等式標準形の問題、スラック変数が2つある問題を、ま、このように、ま、図示しているというふうに思ってもらうということになります。で、この中で、じゃあその最適単展開。単点最適解、単点最適解はどれでしょうってことを考えたい。で、まあ、ここでは、その頂点が4つあるので、頂点が4つあるので、そのうちのどれかが、まあ、最適解でしょうということになるので、それをどこなのかってことを考えたいと。で、例えば、今このさ、この下のですね、この左、右下、この頂点。この頂点が、じゃあ最適解かどうかってことを、判定しましょうということをやってみます。で、これは何かっていうと、つまり、X2 が0、S2 を0というふうに、その2つの、成分を0と固定して、X1 と S1 の値を定めましょうということによって定まる頂点になります。で、それをやってみます。だから、X2、S2 を0と決めます。これ先ほどの頂点の特定法ですね。2つの、だから今、すみません、ちゃんとやりますね。変数の数は4で、m っていうその制約の数は2なので、n-m っていうのは2になります。だから2つの成分を0として決めて、残りの成分をこの等式制約から決めるということになるわけです。ですか。だから今その、仮に x2 と s2 を0と決めましょうと。で、そうするとまあここに対応する頂点が出てくるはずです。
で、そのために、この、線形法で解きますと。で、X2 は0、S2 0とします。で、そうすると、まあ、ここに書いてあるように、X1 と S1 分けが残ってくるような方程式ができます。で、これは連立法です。これ解けます。で、解きます。で、解くと、こんな感じになると、X1 は1で S1 は1ということになります。つまりですね、この右下のこの点、書けなかった。点っていうのは、まあ、その X1、X2、S1、S2 っていう、その、まあ、4つ変数を持ってると思うと、これは、10、10ってこういう点になっている。ということになるわけです。ですか?ではですね、この頂点1010がこの問題の最適解かどうかということを考えますってことをやります。で、そのためにはですね、その、ここのですね、目的関数を見るわけです。で、この目的関数をですね、書き直します。これがですね、この単体法の考え方で、その前に、初めに0と決めた変数のことを式定変数と呼んだりします。で、それで0と決めなかった変数のことは、規定変数と呼んだりします。これ、今後使っていく用語になります。で、まあ、この、今、それでその10、10っていう点が決まったんですけども、じゃそこにおいて、この目的関数どうなってるのかということを観察します。でですね、どうするかっていうと、まずこの、目的関数を見るんですけども、今ですね、規定変数を消して、規定変数だけを使ったということをします。何を言っているんでしょうかというとですね、今、もともとこの今、2x1-3x2 っていうのが目的関数です。で、x1 っていうのは今これ規定変数です。規定変数です。規定変数なんですけども、この二つ目の制約を使うと、x1 を消して、つまりですね、二つ目の制約を使うと、x1 イコールに書くと、さあ何でしょうね。1-s2。なります。で、S2 は、式定変数なわけです。式定変数ですね。だから、規定変数を、式定変数を使って書けますよってことになります。で、それを使って、X1 を消して、このように 1-s と書きます。で、そうすると、これ必ずできるんですが、目的関数から規定変数を消して、ここに出てくる変数が、式定変数だけの、なるという形にできます。できます。で、そうしました。で今ですね、式定変数の値は0と決めてますから、その、条件のもとでは、この目的関数の値はこれ2になるわけです。この X2 と S2 はこれ0だから。いいですよね。で、今から何をしたいかっていうと、本当にこの点、右下の点が最適解なのかってことを確認したいんですけども、これどうすればいいかっていうと、今ですね、X2 と S2 は0と決めたから、この関数の値は2なんだけども、X2、S2 というのは、この、線形計画問題においては、皮膚だったら、まあいいわけです。皮膚だったら。で、そう思って、今、この X2 や S2 の値を0じゃなくて、0から大きくしてみましょう。で、大きくすると何が起こるかっていうと、この X2 の係数、これマイナス3。なので、X2 を大きくすると、マイナス 3X2 が小さくなります。つまり、今、この目的関数値は、X2、S2 を0とすると2なんだけども、X2 を0から大きくすると、この目的関数の値は2よりも小さくなるわけです。つまり、X2 を小さくできるのだったら、この点、この2という値は最小値ではないということになります。同じように、S2 を大きくすると、マイナス 2S2 っていうのは大きくなるので、小さくなるので、この2よりも値が小さくなります。この目的関数の値が。ただ、それができるんだとすると、この2という値は最小値ではないということになります。ということから、この点は最適解ではないということが分かったりします。いいですか?この論法は。で、実際に、じゃあ、今言ったことですね。S、X2 は S2 を増やすと、目的関数が減るので、じゃあ実際にこれ減らしてみましょうと。どんだけ減るか。じゃあ、例えば、この場合、どっちを減らしてもいいんだけども、例えば、S2 を、S2 を大きくしましょうと。で、S2 を大きくするって言ったら、この図においては何に対応するかというと、今、この点ですね、右下の点っていうのは、S2 イコール0を表す直線の上に乗ってるんですが、S2 を大きくするってことは、この直線からこの点が離脱するってことになります。離脱するっていうのは、この S2 を大きくする方向に、この点が動くというふうに思ってほしいということになります。いいですか?で、その時に、X2 は0のままにします。
S には大きくするんだけど、X には0のままにします。で、どこまで大きくできるかってことを考えるんですけども、だから今、X には0のままで S に大きくします。あ、0よりも大きくします。で、そうすると、書きますね。今、ここの2つの式、もう一度書きます。で、今、X には0のままで S には0よりも大きくなったので、この式は X2 だけ消えて、X1、S1、S2 が残っている形になります。ですかね。で、まあ、その S2 だけは今、先ほどの式から変わったものなので、この、右辺に持っていって、他の元々規定変数だったものは左に残っています。で、今 S2 を大きくします。で、S2 を大きくすると何が起こるかっていうと、このまずですね、式を見て、X1 と S1 で解きます。こんな感じになります。こんな感じになります。だからこれによって、X1 と S1 が S2 に対してどのような形で変化するかがわかります。X2 は0のまま、で、S2 は大きくする。と、S1 と X1 はこの式を満たさなきゃいけない。ということになります。で、なおかつ、この S1 と X1 というのは、これ0以上じゃないといけないわけです。この元々のこの問題の、制約から。で、そうすると、何がわかるかっていうと、これ今 S2 を大きくするんですけども、X1 は1マイナス S2 で、S2 を急激に大きくしすぎると、1マイナス S2 が虚になってしまって困ることになります。ですかね、別の言い方すると、S2 は1まで大きくできます。S2 を1にすると、1マイナス S2 が0になって、まあだから S2 が1までは大きくできるんだけども、それよりは大きくできない。っていうことが、ここの式からわかります。ってことで、S2 は大きくしたかったんだけども、この制約から1までしか大きくできないってことが分かって、じゃあ S2 は1にしましょうということに決めます。ね、今言ったことをちょっと文にしました。S2 を増やすと、X1 が最も早く0になるので、だから、これによって S2 は0にしないで、X1 を0にしましょうということを決めます。そうすると、今、0に、すると決めた変数は、もともと0だった X2 と、新しく0にする X1 ということになります。で、これは、先ほどの用語に直すと、新しい規定変数を X2、X1 としましょうということに対応します。で、これは図においては、X1 が0であるという直線と、X2 が0であるという直線の交点として出てくる頂点を考えましょうということになります。で、この頂点がまた最適解かどうかということを、今から同じ、手続きを使って考えます。ここまでいいですか？ややこしいけども、まあ、こういうふうに考えできる。単体法では。いいですか？じゃあ今ですね、X1 と X2 の引き定変数、つまり0として、この頂点、どんなふうになるのかというのを考えます。まず、その時に S1、S2 が何になるかということを書きます。で、同じようにやりますね。X1、X2 の0として、この等式制約から S1 と S2 を定めます。それはですね、簡単に決まって、このような式から S1 は2、S2 は1というふうに決まります。で、次にやるのは、この目的関数から、規定変数を消して、規定変数だけで書くということです。で、今、規定変数は X1、X2 なので、この今の目的関数の形というのは、そもそも規定変数だけで書かれているということになっています。で、それが 2X1-3X2 です。で、これ見ると、X2 の係数が、負なので、X2 を増やせば目的関数値が減るとわかります。つまり、今考えている頂点は最適解ではないということがわかります。一方ですね、この X1 の係数2ですから、X1 を増やすことによって、目的関数値は増えてしまいます。だから、X1 は増やせません。増やすことは考えないと思ってください。という形で、じゃあ X2 を増やすと考えましょう。でそうすると、X1 は0のままで、X2 を正としましょうということになります。で、それやってみます。で、こんな感じになると。で、今、その、規定変数である S1 と S2 を、X2 を使って書くということをしてみました。で、そうすると、実は S2 は X2 を変化させても変わらないことが、この式から分かって、S1 の方は X2 を増やすと、やっぱり減っていくということが分かります。で、そうすると、X2 が1になると、S1 が0になるということが分かって、だからそこまでは X に大きくできますということがわかります。ということで、S1 を今度は0にしましょう。だから X1 は0のまま、S1 を新しく0とする。という形で、X1、S1 というのは今度、新しい規定変数となるという形になります。よろしいですか？
で、それはですね、この図においては、この x1 イコール0と s1 イコール0という直線の交点として現れる頂点を考えることになります。じゃあ、この頂点、規定変数を x1、s1 として同じことをやって、またその、考えていきましょう。ですね。規定変数は x1、s1 として、それを0とすると、この方程式から x1 と s2 が決まります。こう決まります。で、そうしたら、また先ほどと同じように、目的関数から、規定変数を消して、規定変数だけで表します。で、そうするとですね、今度はちょっとややこしいですけども、この x2 の部分を、変形して、この上の式からですね、2-x1 マイナス s1 を2で割ったものと書きましょうという形になります。で、これ整理するとこんな形になります。ですかね。でそうすると、この式を見ると、x1 と s1 の係数を見ると、x の係数はプラス5、s1 の係数は、プラス2分の3になっているので、x1 を増やしても s1 を増やしても目的関数は減りません。係数が正だから。ということで、この頂点は、x1 を増やしても s1 を増やしても目的関数は減らないので、この頂点が最適解ですよということが結論付けられます。いいですか？ということで、最適解見つかったということになります。で、これがその単体法の考え方になります。よろしいでしょうか？今ですね、これ例でやったんですけども、これを今から一般的な形で書きたいんですね。だからまずこの例をちょっとちゃんと理解してほしいと思うんですけども、まあじゃあちょっと、そのじゃあ例を理解するための時間を3分取って、その3分を休憩としたいと思います。むちゃくちゃな方法ですね。じゃあちょっと、じゃあ今から3分を時間を取りますので、まあそれ休憩として、ちょっと今わかんなかった場合は、ちょっと3分でもう一度スライドを見直してみてください。じゃあちょっと休憩にします。
はい。それでは、再開していきたいと思います。はい。はい。で、ちょっと今ですね、単体法の動きを例でやったんですけども、これを一般的に書きたいと思います。で、一般的に書くということをやる瞬間にですね、式がもう、たくさん出てきて目がチカチカす。まあ、今までも式たくさん出てきてるんですけども、もう目がチカチカしてしょうがない。でもちょっとやるしかないのでやります。で、今、じゃ一般論という形でやります。今ですね、これ等式標準形があります。で、まあ、まず頂点を一つ定めたいというふうに言ってました。で、先ほど言ったみたいに、その、0にすると決めた変数のことを式定変数。で、方程式を解くことによって求められる座標の方の変数のことを規定変数と呼ぶというふうに思います。で、まあ、今その、変数は n からあるわけです。スモール n 個。で、規定変数の数字の集合を n、規定変数の数字の集合を b としましょう。だから今ですね、この ax イコール b っていう式は、まあ、行列 a っていうのがこうあって、今これ n 個、行があって、n 個列があるという、こんな形になっているわけです。x という行列じゃなくて、ビクトルも n 個成分持っているという形になっています。で、この n 個の列のうちのいくつかが、まあ、その、規定変数の数字集合になっていて、このラージ L の方が規定変数の数字集合になっているというふうに思ってください。今ですね、この行列においては、その B と N でこう分けているというふうに思ってください。で、この図では、その B という数字集合が左に固まっていて、N という数字集合が右に固まっているように書いてますけども、まあ、そういうふうになっている必要はありません。まあ、必要はありませんが、ちょっとこの図の書き方の都合上、分かりやすいようにそのように書いていると思ってください。まあ、これはですね、その変数の数字の番号の付け方を変えてあげれば、まあ、そういうふうにできるので、まあ、一般性も失ってないと思ってください。はい。で、この A という行列の、この列 B に対応する部分の小行列、これを今 AB と呼ぶことにします。で、N に対応する部分、これを AN と呼ぶことにします。いいですか。で、X というベクトルの方も、B に対応する成分のところは XB、N に対応する成分のところは XN と呼ぶことにします。いいですか？で、そうすると、今ですね、点。AX イコール B っていうこの式があるんだけども、この AX っていうのは、書き換えると、ABXB プラス ANXN になってます。いいですか？これはその、ただ分けただけです。ただその、ブロック行列とかっていう話、あったと思いますけども、まあ、その計算の仕方に従ってこう書いてるというふうに思ってください。で、重要なのは、今この AB って書いてあるところ、があるんですけども、N っていう部分、ラージ N。これは今、N マイナス N 個、0にすると決めたっていうふうに先ほど初めに言いました。ので、この B のところは何個数字があるかっていうと、これ M 個あります。だからこれ AB っていうのは、これ M かける N 行列です。で、なおかつ、その、先ほどやっていたのは、この、0にする部分の、変数 xn ですね。xn を無視して、xn を0とすると、この方程式解けますよっていうふうに言っていたわけです。だからそれは何を言ってるかっていうと、この式から xn を0としてあげると、abxb イコール b っていう式ができます。で、これは解けるわけです。だから解けるというのは何かっていうと、つまり xb というのは ab インバース B と書けますよってことを言ってると思います。だから AB という行列は正則です。いいですか？で、こういう形になってると思ってください。ここまでいいですか？で、これによって、その、一つ、まあ、頂点が定まってほしいわけですね。まあ、このように解いた XB というのが皮膚だったら、まあ、これで、この、線形皮膚問題の許容領域の頂点が一つ定まると。ということになります。で、ちょっと式を書いてきます。で、今言ったことをこれ書いたそのままですね。AB、いや、AX イコール B っていうのは、今言ったみたいに ABXB プラス ANXN イコール B と書けると。で、まあ、XN の部分を左、右に持ってきて、AB のインバースかけるとこうなります。いいですか？これ、ただ式変形しただけです。AB が正則であるという仮定というか、その条件のもとで、変形するだけです。いいですか？この制約を変形しました。ですね。じゃあ同じようにですね、この目的関数も変形してみましょうと。でそうすると目的関数もですね、その C の方を同じように CB と CL に分けます。同じように分けます。でそうすると、この C 点値 X っていうのは CB 点値 XB プラス C 点値 XN とこう書けるという形になります。いいですか？
で、今ですね、上でこの XB はこれだと書いた式があったので、これをですね、この CB 点値の後の XB、ここに入れます。もうこの時点で目がチカチカしますね。これ入れただけです。入れただけ。だからこことここ同じです。ここと、ここは同じです。うん。で、これ何をしてるかっていうと、これでですね、XB が消えました。これ何をしてるかっていうと、つまり、この等式は、目的関数を、式定変数のみで書いたと。っていうことに対応します。で、先ほどやったことですね。で、これで、その XB が消えたわけです。で、XN だけは残ってる。っていう形になったので、この下の式では、それがわかるように整理しています。後ろの項は XN に関わる項です。で、前の方の項は XN が出てこない項になっていると。いうことになります。いいですか？いいですか？で、何をするかっていうと、今はですね、この XB 計算して、これで頂点が定まったと、まあ、思ってるんですけども、その頂点において、この、C 点チェックスの値は、XN を大きくすることによって、小さくできますかということを考えるわけです。これ先ほどやったことです。いいですか？で、それはですね、この XN の各成分をこれ見る必要があるわけですね。だから、ここ今これ内積なんですが、内積なんですけども、この、このですね、前の部分のこの係数のベクトル、この中に負の成分があるかないかってことが重要なわけです。で、負の成分があったら、それに対応する XM の成分を大きくすることによって、この C 点チェックスは小さくできます。ですね。で、まず、先ほどやったことですね。これ引き定変数を0にすると、この頂点と目的関数が決まります。これはいいですね。先ほどやったことですね。だから、この XM が0になると。ですね。こうですね。で、今言ったことは、この負である成分がこの前の部分のところにこれあれば目的関数を減らせるわけです。だからそういう時には今考えているここの頂点は最適解ではないということになります。いいですかね。そうじゃなくって、ここの成分が全て0以上だったらどうなるか考えます。だからここの部分がベクトルとして0以上だとしましょうというふうにします。まあ、今これはちゃんとこの XN と内積取れる必要があるから、これ行ベクトルなんですけども、だからこれまあ0点値と書いてます。だからこの赤い部分が0点値以上だとしましょうと。で、実はそうすると、ここに書いてある X っていうのは、この、等式標準形で書いてある線形計画問題の最適解になります。なぜかというのは、相対問題を考えるとわかります。ここはですね、巧妙ですね。まで、それでもやってきます、ね。何かというと、今ですね、この条件ではですね、今この等式標準形の相対問題をここ書いてるんですけども、この相対問題の最適解が作れます。で、どうやってというと、こうやって作ります。今ですね、y として、ab のインバース点値かける cb というのを考えます。これ cb っていうのはこれは、b というその m 項の相対に対応する c の成分を持ってきたベクトルです。で、AB で先ほど言っていた通り、正則行列なので、M かける M 正則行列なので、逆行列存在しますし、まあ、点値も取れるようになります。だからこれちゃんとした、M 次元ベクトルになってます。で、これが実はですね、この相対問題の最適解になります。なぜか。まずですね、この Y というのは、この A 点値 Y、小なりイコール C というのを目指します。だからこの相対問題の許容解になります。で、これはですね、式演技すると、まず確認できます。こんな感じです。A 点値 Y は、この Y はこういうふうに定義しましたから、A 点値かける AB のインバース点値 CB とこうなりますね。ですね。で、A というのはもともと先ほど言っていたように書けなかった。A というのは、この、全体がこの AB の部分と AN の部分にこう分かれているというふうに言ったので、その点値は、縦に、A, B の点値と A の点値が並んでいて、こういうような、行列になっているわけです。ですか。だから、これブロック行列です。二つブロックを持っているブロック行列です。ですね。で、それに後ろになんかベクトルついているという形になっています。で、その、それぞれの、それぞれのブロックに対して、この A, B, インバース点値
CB をかけるとどうなるかっていうと、AB 点値にこれかけると、AB 点値消えます。そのインバースがあるので、これ消えます。だから CB が残ります。いいですかね。まあ、ちょっと書いておくと、AB、インバースの点値は実は、AB 点値のインバースなので、まあ、それができるということになります。で、下の方は、まあ、そのままこれかけただけです。かけて、AN 点値と AB インバース点値の CB です。いいですかね。で、そうすると、今、ここですね。ここは0以上ってしてるので、ここに書いてある AN 点値、AB インバース点値 CB ってのは実はですね、ここにあるんです。ここにその点値があるんです。実は。こことここ、これ比べると。いいですかね。この右側のものの点値が、この左側に書いてあります。で、それが、で、この左側はこれ全体が0以上だって言ってるんで、この青い部分は、つまり CN 点値以下になります。いいですか。だから、この青い、右の青い部分は CN 以下になります。いいですか。で、これは今 CB と CN が並んでいるベクトルなので、これは取り戻さず C である。つまり A 点値 Y は C 以下であるっていう、この共通問題の制約をここで作った Y が満たしているということになります。つまりこの Y というのは相対問題の境界です。で、あと一つ何が言えるかというと、実はこの Y というのは、この B 点値 Y を考えると、それがこの右に書いている C 点値 X と同じ値になります。でそうすると相対定理から、この B というの、あ、この Y というのが相対問題の最適解であり、つまり X というのが、その相対問題の最適解と同じ目的関数値を取る主問題の境界なので、主問題の最適解になるということが相対定理から言えます。じゃあ、その B 点値は、実際計算してみます。で、今これ B 点値 A イン、B インバース点値ってあるので、これまたこの点値行列の性質を使って、AB インバース B の点値と書き換えます。というかね。そうすると、ここですね。XB は AB インバース B だったので、この部分は XB で置き換えられます。ですか。で、XB 点値 CB っていうのは、これがスカラーで、この点値の順番、内積の順番に入れ替えると、これ CB 点値 XB になります。ですか。で、今ですね、この、式においては、XN0 としてましたから、C 点、CN 点値 XN を足しても、この式の値、これ変わりません。XN0 だから。ですかね。で、そうすると、ここに書いたものは、初めの、これですね。C 点値 X と等しいということになります。つまり、今、上で作った Y と、下で作っているこれ X というものの目的関数値が一致するということになって、相対定理から、この考えている X というのが、等式標準形の線形計画問題の最適解であるということがわかるということになります。いいですか。だから、これはですね、この C 点値 X のこの XN の前の係数、が0以上の場合、最適解であるということがここから言えるということになります。で、一方で、この中に、負になるような成分があると、最適解になりませんよってことが、まあ、先ほどと同じ論法でわかるということになります。で、まあ、その話がちょっとこの後続くんですけども、この話は多分今後使わないので、見ておいてくださいということになります。まあ、今後使うのは、その、単点最適解。すぐ言葉を間違えるんですけども、単点最適解の、まあ、性質として、まあ、このような、その、規定変数と非規定変数を分けることによって、どのようなことが得られるのかということを今後使っていくことがあるので、まあ、ここで紹介しました。はい。ますし、まあ、勉強したことがなかった人は、まあ、こういう感じなんだよってことをちょっとここでですね、味わってもらうということになります。まあ、今後使うのは、まあ、このような表現ですね。このような表現であったり、この最適解においては、この係数が0以上になってますよというような、性質だったりします。よろしいでしょうか。はい。
ではですね、これでちょっと、今回の、あ、前回、残っていた部分が、これで終わりまして、これでもうほぼ時間は使い切ってるんですけども、今一応ちょっと、今日の部分で用意したことも、ちょっとやって、やっぱり次回に持ち越す形になっていて、こんなんかちょっと、泥縄になってきてる気がするんだけども、まあそういうふうにしましょう。しましょうっていうのは、こういうような形でどんどん進めていこうと思います。じゃあ、とりあえずここまではよろしいですか？はい。ではですね、ちょっと第4回の方の、まあ、本来今日やりたかったことの話を、まあ、全部多分できないと思うので、まあ、初めの方だけはちょっとやりたいなというふうに思います。今まではですね、その、まあ、一応その復習って形で、線形計画問題がどんな形だったかとか、線形計画法がどういうことだったかってことをご紹介していたんですけども、まあ、今日の話としてやりたかったこと、第4回の話は、それまでの話を使って、整数計画問題をどう解くのかって話の初めです。ようやく。だけども、この線形計画緩和と言っていて、まだ線形計画法をやるのかっていうような気分になると。ただまあ、どう使うのかって話を、要約していくということになります。はい。でですね。一応内容としては、線形計画緩和っていうのが何なのかっていうことの定義は、まあ、今日やろうかなと思います。で、下の二つの話は多分次回に持ち越すことになると思いますけども、まあ、とりあえずその線形計画緩和っていうのが何なのかって話はしようと思います。はい。で、まあ、下の図が気分なんですけども、まあ、この気分を今から説明していきます。どういうことか。はい。でですね、まず例でやります。これ初回に出した例だと思うんですけども、これ整数計画問題の例です。何だったかっていうと、上の部分は線形計画問題と同じなんだけども、各変数は整数ですよっていう制約もついてるということでした。これが整数計画問題でした。で、この場合は、この3つの点というのが許容領域です。この3つの点がなる集合が許容領域です。ということでした。で、線形計画緩和という、まあ、操作と言っていいと思うんですけども、操作は何かというと、単に、この整数制約をなくすことです。はぁ、で、これを、この操作のこと自体を線形計画緩和と言ったり、それによって得られる線形計画問題のことを、線形計画緩和と呼んだりします。だから、まあ、許容領域としてはこんな感じになる。こんな感じ。で、これが、線形計画緩和です。もう、これだけです。もう、何も難しくないと思ってるんですけども、一応これだけです。で、これがですね、非常に重要。で、まあ、非常に重要だってことがなんで重要かっていう話は多分今日ちょっとできないかもしれませんけども、まず、これが線形計画緩和ですって思ってください。はい。じゃあちょっと定義はしましょうかね。何かというと、整数計画問題 P があったら、その線形計画緩和とは P の整数制約を取り除くことで得られる線形計画問題です。だからもともと整数計画問題があって、そこにこういう整数制約ですね。これがあったらこれを取り除いて作られたものが元の問題の線形計画緩和です。リニアプログラミングリラクゼーションと言ったりします。だからその緩和っていうのは、まあ、英語で言うと、緩和するっていうのはリラックス。ですね。リラックスっていうとなんか、くつろぐみたいなイメージをするかもしれませんけども、だからその緩和するっていうふうな意味もありまして、まあ、だから緩和するっていう動詞はリラックス。で、緩和っていう名詞はリラクゼーションになります。リラクゼーション。はい。で、これが線形計画緩和です。もうこれだけです。これ何が嬉しいんでしょうか？なりますけど、まあ、嬉しさは今後分かってくると思います。はい。で、今後ですね、この01整数計画問題っていうのを扱うこともあります。何かというと、もともとですね、整数計画問題っていうのは、この整数制約、このベクトル X の各線が整数ですよというふうに言っていたものなんですけども、01整数計画問題って言ってるものは、整数であるというだけじゃなくて、各成分が0か1の整数ですよというふうに、制約をつけたものになります。だから、その場合は、その X として3とか4とかマイナス1とかっていう値が取れません。が、この元のこの整数計画問題のこの書き方だと、X の成分としては3とか4とかマイナス1という値が取れたということになります。で、まあこれは、その見た目上、その元々の整数計画問題と違うような形をしているんだけども、この、まあ、01整数計画問題というのは、整数計画問題として書くことができます。なぜかというと、その、X は整数なんだけども、なおかつ各成分が1以下である。という不等式の制約も付け加えてあげることによって、この2つの0以上1以下であるという、
部分から、X の各成分が0以上1以下であるっていう、条件、制約がくっついてます。で、0以上1以下の整数というのは0と1しかありえませんから、この、1以下ですよという制約をつけることによって、上の0、1整数計画問題は、下のように、整数、普通の整数制約と、等式、不等式の制約を使った整数計画問題として書けるということになるわけです。いいですか？だから、ま、今後その0、1整数計画問題を扱っていくことがあるんですけども、それも、ま、この整数計画問題と、ま、同じように扱えるんだというふうに思ってください。このような書き換えによって。で、それでですね、じゃあ、この、じゃあ、0、1整数計画問題の選定計画緩和っていうのを考えるときにはどうするかっていうと、この書き換えた整数計画問題の選定計画緩和を考えてください。つまり、この整数制約をなくすと思ってください。で、こんな形で書けると。つまり、この、0以上1以下っていう制約がそのまま残っていく。だけども、整数制約はなくなりますよ。という形で書けるのが、この0、1整数計画問題の選定計画緩和です。で、これも、ま、今後使っていく。つまり、この0、1整数計画問題を解くときに、まあ、こういう選定計画緩和って言えない、選定計画緩和を使っていくということになります。はい。ここまでいいでしょうか。今、一応これ1ってこれ、太文字で書いてます。だから、太字の、すべての成分が1というベクトルだと思ってください。はい。で、続きなんだろうな。何が続きなんだろう。何が続きなのかわかんないんですよ。何が続きなのかも。何が続きなんだろう。同じことを書いていけるように言えるので、続きでも何でもないですね。同じですね。はい、すいません。じゃあ、どうしようかな。もう少しやろうかな。すいません。じゃあもう少しやりますね。今、選定計画緩和を定義したんですけども、いろんな性質があります。で、まずその地味な性質からご紹介します。何かというと、これ、選定計画問題の共有領域を表しているような図だと思ってください。で、緩和するとこんな感じになる。でこんな感じになるので、何かというと、この、元々の整数計画問題の許容解、だからこの整数点っていうのは、この線形計画緩和をした許容領域に必ず入ってます。これ当たり前です。なんでかというと、元々の整数計画問題の方には、凸多面集合の中の整数点を取ってきますよっていう条件がついていたわけです。ほとんど P では。でもこの線形計画緩和の方では、その整数点でなくてもいいですよって言ってるので、この凸多面集合に入ってますよっていう条件はそのまま満たされます。ですか。だから、整数計画問題、元々の問題の許容解を持ってきたら、それは必ず線形計画緩和の許容解になってます。ですか。だから、許容領域を比べると、左の方の許容領域が右の方の許容領域に含まれるっていう関係があります。これはイコールになる場合もありますけども、まあ一般的には、この方眼関係、部分集合であるという関係になります。それはまあこの図で表しているような形のイメージを持ってください。ということになります。で、このことから2つのことが下で言っていることがわかります。一つは、R は非許容ならば P も非許容です。ですか。つまりこの R の許容領域が空集合だったら、それに含まれる P の許容領域も空集合です。これがその上の方のことが言っていることです。ですか。で、下、P が非誘拐なら R は非誘拐です。もしですね、この P の許容領域が非誘拐で、ある方向に向かってどん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 目的関数が小さくなっていくのであるとすると、それは、その、線形計画緩和によって得られた凸多面集合も非誘拐で、その方向にどん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 行くと、目的関数が下がっていくわけです。だから、P が非誘拐だったら R も非誘拐です。いいですか。っていう形で、まあ、この、まあ、自明な性質と言っていいと思うんですけど、この簡単な性質から、まあ、こういう簡単なことがわかります。だから、ま、別の言い方をすると、この P という整数計画問題が、非許容であったり、非誘拐であるということもあり得ます。これ、先ほどの整数計画問題のトップの話と同じです。はい。で、一応、またその、あり得る整数計画問題と、その、線形計画緩和の間には、だから、まず、それらの問題は、最適解が存在するか、非誘拐か、非許容かっていうような、まあ、分類がされるんですけども、その3パターン、それぞれに対して、まあ、全体でこう、9個のパターンあり得るんだけども、実は、このバスのところはあり得ませんということが言えます。まあ、これは、先ほどの、まあ、ここら辺の、話を見ると分かるかな、
ということになってします。ですまあ、あんまり使い入れはしませんけども、他のところは全部ありえます。他の部分が全部ありえます。まあ、そういう例を作ってもらうとかっていうことも楽しいかもしれませんが、まあ、それはちょっとここでの本題ではないので、まあ、いいとしましょう。で、そうするとですね、まあ、整数計画問題を解くっていうのは、結局、このやっぱりその3つのうちのどれが起きてるかってことを判定するということになります。で、それが一応その整数計画問題を解くということの、定義になります。で、それはやりましょう。つまり、整数計画問題を解くということの定義をすると、データとして A と B と C が与えられたときに、それらが定める整数計画問題において、最適解が存在するか、それが非有解であるか、非虚であるかということをまず判定してください。で、最適解があるんだったら、最適解を一つ求めてください。というのが、整数計画問題を解く。アルゴリズムに求められていることです。はい。だから、場合によっては、その整数計画問題が非有解だったり、非虚であることがあるんですけども、まあ、それも一応判定する必要がある。っていうのが、ここら辺の問題の話になります。はい。よろしいでしょうか。で、実際に、もう整数計画問題を解くときによく使うアプローチは、今定義した線形計画緩和を使う。ということになります。で、どう使うのかっていう話が今後続くんですけども、授業時間としてはあと10分ぐらいあるんですが、どうしようかな。ここで切りがいいんですよね。これ切りがいいので、ちょっとじゃあここで今日はやめることにします。やめることにして、あと、ちょっとまだこの緩和の話あるので、それはまあ次回続けをやることにして、次回やりたいことは一応言っておきます。これをやってですね、最終的に、次回は何をやりたいかっていうと、まあ、ようやくなんですけども、そうなんだね。ようやくなんですけども、これ次回の予告を一応しておきましょう。初回に紹介したナップサック問題とか最大度立集合問題を整数計画問題としてどのように出るかするのかってことを扱います。やりたいと思っていて、ちょっと時間がなくていけない。で、重要なのが、それぞれの問題に対して2つも、整数計画モデルを紹介します。で、その、モデルの良さっていうのの比較っていうのを、この、線形計画緩和の視点から行おうかなっていうふうに思っています。まあ、そこまで見るかどうかわかりませんけども、まあ、そういう計画でいるということだけはお伝えします。ということになりますので、まあ、そういうつもりで、だんだんその整数計画の話が始まっていくというふうに思ってください。はい。それでは、じゃあ今日の授業はここで終わりにします。お疲れ様でした。では、はい、ですね。コメントの方ですね。Google クラスルームの方で、またフォームがありますので、そちら開いていただいて、今日のコメント、1時までに出していってください。まあ、今日、あと10分ぐらい時間がありますので、ぜひ、この時間で、コメントの方、書いて出していっていただけたらな、というふうに思います。はい。では、終わりにしますので、コメントを出して、終わりにしてください。はい。ありがとうございました。